マジ、ここに高密度住宅を作ったために渋滞を発生させてる。ここに高密度、いやー、なになになに、あー、竜巻来てる。どうすればいいの。どうすることもできない。なんだっけ、シェルターか。うわー、作った街が、言ってる場合じゃ。うわぁ、自然災害です。ハリケーンが通ってった後が全壊。うわぁ、信じられない。嘘だろ。うわぁ、これどうすればよかったの。シェルター、おい、許さんでね。うわ、これが自然災害か。いや、ワンの時はなかった。うーわー、うそー。こうして。こっち来ないで、こっち来ないで、こっち来ないでね。わかってるよね、わかってるよね、わかってるよね。そこは空気読んで、空気読んでね、そこは。そこは空気読んでいってね。そうそうそう。そっち。その空気を読んでいってほしいよ。よく危ない、この飛行機。海上でハリケーンって発生するの。竜巻、なんかいい感じの街があると聞いてきました。来るな。海上で発生するんか。主に海上で。じゃあ見たことがないだけか。発生して波が終わりしています。台風も解除。あ、セーフ。怖い。災害。やっぱ災害に強い街を作らないとね、って思いますよね。